なあ、信長様、本当にやんのか？ああ。来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方ではランスに飲まれるだけだからな。またざは負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼馴染の又座こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく五曹の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を吸収したのである。信長編第一章、夜明け前、今川吸収。俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ！あれは織田信長の手勢か？なぜ今川に喧嘩を売るような真似を？巻き込まれては面倒しろく。この場は逃げますぞ、若。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門！よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。ええもん！またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返すぜ。してくれる。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門！本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの？全力で潰してあげる。全軍かかれ！今川に盾ついたことを
たっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったな。ぶつけ野郎にしてやられたか。開門。タケの人質を奪おうなど不届き千万。ムズとどもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくだされ。ハンザ、すまない、無理はするな。敵将、討ち取ったぞ。フルはなんだか。信長様の前に敵はいねえな。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。こう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。たちが押されているか。直ちに援護するぞ。俺をうつけとは侮ったか。ここで死んでは銃を尽くせぬ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。俺をうつけとは侮ったか。聞かせていただこう。やはり兄上はお強い。わしと手合わせをしようもか。よかろう。これほどとは。あとは若の軍を祈るほかない。俺を打つけとは侮ったか。こりゃお見事ですな。今川に従うと決めたのだ。終わりのうつけ目、邪魔はさせぬぞ。俺をうつけとは侮ったか。耐えきれん。聞かせてもらう。人質を差し出し、今川の手駒になり下がるなど、俺ならばごめんだがな。私の獲物発見ね。無礼な連中ね、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。
キ、来てくれて助かったぞ。まったく、いつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。人質の身であれ、もののふの端くれ、すやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。イチ、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。この俺を止めようとて無駄よ。壊してくれる。いける。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがありません。ならば義元に勝てたなら、俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ事よ。しかし、座して滅びを待つくらいならば、俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う、なんと壮大な。ですが、私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならば、お前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ、この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上の槍用は万有にも見えるが、その実賞賛あればこそ仕掛けているのだ。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ。としい信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り、誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこと。